それでは早速私が所属する私立恵比寿中学のメンバーからのタレコミのコーナー、ぜひ見てほしいな。はい、みゆちゃん。はい、メンバーからいろいろいただきましたので、うわ、はい、楽しみにしていただいて、はい、怖い、何言われてんだろう。続いての中学生出席番号12番中山莉子です。まりこちゃん、ありがとうございます。普段のミレイちゃんは何だろう、見た目からして、まあ、本当アイドルって感じなんですけど、なんかピンクオーラでいつもいい匂いがふわふわ中身もちょっと何だろう、ほっリコちゃんの方が嫌いなところってないんですけど、ミレイちゃんなんか自分が食べたものとかのゴミがよくポンって下に落ちてるんですよ。だからこっそりゴミ箱に乗って移すとかはありますね。え、意外と捨ててるよ私でも言い訳みたいになっちゃうなこれ。次は誰なのでしょうか。だろう、あ、もう分かった。はい、今日も愛の花を咲かせます。ミラクルメジカルマスコット出席番号6番アイアイこと広田愛佳です。ミレイちゃん、アイアイ。普段のミレイちゃんは楽屋でしか見れないお茶目なおちょこちょいの部分がめちゃくちゃあるので壁に衝突したりとかガラス張りで自分映ってんのに衝突してたりとかするのを見るとなんかちょっと安心します。私だけが知ってるミレイちゃんの秘密、ミレイちゃん寝てる時になんか隣とかに寝てると足がなんかすごい同じこう刻みでメトロノームみたいに同じテンポ感でぶつかってきたりとか、あと握手会を寝ながらこうやって本当に動きつきで始めたっていうのと、あとライブの時におもちゃのみんな格好してミレイちゃんはスライムの格好だったんですけど、ね、公演の後に寝てその最中に私スライム卒業しますってなんか言ったらしくて、ね、それが一番好きです。寝ながらもアイドルってこと、なんかそう、どうでしたか。大丈夫ですよ、事実しか話してないんで確かに、あ、いやいや、ありがとう。次は誰なのでしょうか。誰だ。もうこの服ね、はい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 、立ち方で分かった。みれちゃん見てる見てるよ。出席番号5番安本彩香です。みれちゃん、イエーイ、ゴーゴーゴー。みれちゃんの次なるテレビ私も好きでいつも見てるんで、嘘、ありがとう、気合入れてこうと思って。何、こうなんていうの、ガオーって食らいついてこうっていう意味でライオン着てきました。 あやちゃん最高に面白いね、作り話です、うん、何なんだよ本当に。みんなでお泊まりに行くときは絶対キャリーバッグの中に大きいおせんべいを入れてくるんですよ。そこがなんかちょっと渋いというかおじさん臭いなって思います。うるさいな。嫌いなところはみえちゃんってゴミはしないすごい優しくないところが実は一つあって、何自分に興味がないことになるとすごい返事がおざなりになるんですよ。一生懸命私は熱く喋ってるんですよ、もう携帯見て、おーって全然目を見てくんないんですよ。そういうとこ本当優しくないなと思って嫌いだなって思います。みんな冷たくないって言うと、あはみたいな感じで、もうそれやれば許されると思うなよっていう感じで、なんか、みれいちゃん冷たいよ。あ、そんなんじゃないでしょ。こんな感じですよね、みれいちゃん。違うわ。ね、みれいちゃんの失敗エピソードはですね。ね、お仕事とお仕事の合間に空き時間があって、うん、その時に遊びに行こうって言って、うん、こんな急な坂があってあっみえちゃんもこんな高いヒール履いてもう猛ダッシュでわーって走ってったらゴーって転んじゃって、そうそう、もう爪がベロンベロンにめくれちゃってなのにみえちゃん、あはー風
言っててすごいなって思いました。アハってやってるかわかんないけど、わかんないわかんないけど、なんか自分を慰めたんだと思う。その時本当に痛かった本当は。だけどなんかあやちゃんと遊ぶ機会とかすごい、そういうちょっと間の時間とか あんまりその当時とかあんまなかったので、だからすごい楽しみだったんですよ私的に。だから楽しもうと思って忘れたふりを自分の中でしてました。でもまあなんかはーってやっとけば自分をごまかせるかなみたいな思ってます。次は誰が来るのでしょうか。あ、わかった、ゆうちゃん。あ、まやま見てるよ。はい、デビュー中のハイテンションがある出席番号3番まやまりかです。なんか恥ずかしい。ゆれちゃんはものすごい女の子らしいと言いたいんですが、割とおっさん臭いってかな、そうです、ね、大雑把だったりとか細かいことをそんなに気にしないタイプなので、な、ね、私のフリパンとか誰か、フリパンってあの衣装のインナーみたいな感じで履くんですけど、履くパンツがあるんですけど、ああいう